街歩いてると1日必ず3回は石川の竜拳に似てる人と遭遇する。お前どんな街住んでんだよ。お前それは嘘盛りすぎ。そのりちゃんはのりちゃんでしかないから、そどこにいても俺のりちゃん見つける自信あるもん。もまず体格とフォルムが絶対のりちゃんなので、それでうわのりちゃんっぽいやつおったって思ったら変なのは、もうなんかムーブがもうのりちゃんでしかないから、絶対のりちゃんはのりちゃんなんだよ。もう本当になんかもうなんか 50m 先にのりちゃんがいてももう動きでわかる。のりちゃんはあの人たちきれいわみたいな、待ち合わせとかしててもうわなんかキモい動きしてるわみたいな、そんな様子おかしいから。動き方っていうか、そうなんかすげえ沼いんだよ。そうすげえ沼いの、あこの人様子おかしいやつだみたいな。であとそうめっちゃおもろいのが、なんか結構なんか帽子とかかぶってる時自分バレてないと思ってんの。そうなんか普通になんかあの飲み行ったりとかするじゃん、普通になんか帽子とかかぶって、あのもうなんかあたかも俺は今日は石川のりきじゃないです風にしてんだけど、どっからどう見たってのりちゃんだからみたいな。ね、マスクかぶって帽子かぶってたら俺バレないよねみたいな感じで言ってっけど、いやどう考えたってバレるからみたいな。帽子じゃ石川の礼儀は隠せないじゃん、それを自分で分かってないのがめっちゃおもろい。